人魚姫。さあ、人魚姫のお話ですよ。深い深い海の底に人魚の王様のお城がありました。お城には6人の美しいお姫様が、王様や優しいおばあ様に守られて暮らしていました。中でも一番下の人魚姫は誰よりも器量よしで、腹はバラの花びらのように美しく、瞳は深い海の色のように青く澄んでいました。人魚姫たちは15のお誕生日が来ると海の上に浮かび上がって、岩に腰をかけ、お月様に照らされたり、そばを通る船や遠くの森や町を眺めたりすることができるのです。そして今日は一番下の人魚姫の15のお誕生日です。その日、海の上は恐ろしい嵐で、荒れ狂い王子様の乗った船が大波に巻き込まれてしまいました。大変だわ、人間は水の中では生きていられないんだわ。人魚姫は体を砕かれそうになりながら王子様を探しました。朝が来て、人魚姫はやっとのことで助けた王子様を海岸の白い砂の上に寝かせました。どうぞ王子様が生き返ってくださいますようにと、その時、近くの白い建物から鐘の音が響き、娘たちが出てきました。人魚姫が急いで岩陰に隠れると、一人の娘が王子様を見つけ、助け起こして白い建物の中に消えていきました。その時から人魚姫は笑わなくなりました。お姉さまたちが海の上で何を見てきたのかを尋ねても、ただ黙っているだけでした。そして一人で海の上に浮かんできては、王子様のことを、王子様は私が助けてあげたことさえ知らないんだわ。人魚姫は王子様のことが忘れなくなりました。ますます王子様が好きになり、王子様と一緒に暮らせるなら他のどんなものをなくしてもいいと思うようになりました。そうだわ、海の魔女のところへ行ってみましょう。とても怖いけど、あのおばあさんなら何かいい知恵を貸してくれるに違いないわ。よく来られたね、人魚姫。私にはお前が何をしに来たかよくわかっているよ。だがそんなバカなことはおよしよ、かわいい子。でも、よろしい。でもお前に飲み薬をこさえてあげよう。それを持って陸に上がって、お日様が上がらないうちに飲むがよい。お前の尻尾は人間の足になるだろう。けれどもその痛さといったら剣で突き刺されるようだよ。それにもう二度と人魚には戻れないし、もし王子が他の娘と結婚しようもなら、お前は海の泡になって消えてしまうんだからね。ほら、お前の美しい声と引き換えにやるよ。人魚姫は王子様のお城を見つけると、広い大理石の階段を上がり、ノロが
焼けつくような薬を飲みました。その途端、痛みが体中を駆け巡り、人魚姫はたちまち気を失ってしまいました。おや、どうしたのです？どこから来たのです？かわいい子。気がつくと、目の前にあの若く美しい王子様が立っていました。でも人魚姫は声が出ませんでした。美しい声は薬と引き換えに魔女にあげてしまったからでした。人魚姫はあったら青い透き通るような目で王子様を見つめるばかりでした。こうして人魚姫は王子様のお城で暮らすことになりました。人間の姿になった人魚姫は他の誰よりも綺麗でした。美しい音楽に合わせて踊るとき、お城の人たちはみんな人魚姫に見とれました。王子様は誰よりも人魚姫を可愛がりました。馬に乗って森に出かけるときも、高い山に登るときも、いつも一緒でした。人魚姫は幸せでした。でも足は床に触れるたび、剣で刺されるように痛みでした。夜、他の人たちが眠っているとき、人魚姫はそっと階段の下に降りて、焼けつくような足を冷たい海の水で冷やすのでした。ある日、王子様は隣の国のお姫様と見合いをすることになり、立派な船に乗って出発しました。もちろん人魚姫も一緒でした。隣の国に着いた王子様はお姫様を一目見るなり言いました。ああ、あなたです。海に倒れていた僕を助けてくれたのは、僕はその方と結婚しようと決めていたのです。結婚してくれますね？お姫様はあの時、白い建物から出てきて、王子様を助け起こした娘でした。いいえ、本当は私です。人魚姫の胸は張り裂けるようでした。王子が結婚したら海の泡だよ、魔女の言葉が思い浮かびました。お姫様を船に迎えて、賑やかなお祝いが夜中まで続いた明け方でした。お日様が上がるとき、私は海の泡になって行くんだわ。その時です、お姉様の人魚たちが海の上に浮かび上がってきました。どの顔も同じように青ざめ、あの長い美しい髪の毛は根元から切り取られていました。お姉様は鋭い短刀を差し出しながら言いました。早くお日様が上がらないうちに、これで王子の胸を突き刺すのよ。そうすれば人魚に戻れるのよ。私たちは髪の毛と引き換えに魔女からこれをもらってきたのよ。さあ早く。人魚姫はお姉様が持たせてくれた短刀を手にすると、王子様のベッドに近づきました。王子様は長いまつげを閉じてすやすやと眠っていました。人魚姫は王子様の美しい額にキッスをしました。バラ色の夜明けの空はだんだん明るくなってきました。暖冬は振り上げた人魚姫の手の中でブルブルと震えました。ダメだわ、私にはできないわ。この世の中で一番好きな方を殺すなんて。人魚姫は波の中へ弾頭を投げ捨てました。
そしてだんだん霞んでくる目でもう一度王子様の顔を見ると、さっと身を下ろらせて海の中へ飛び込みました。ちょうどお日様が東の海の上にそのまぶしい姿を表したところでした。人魚姫は自分の体が海の泡になっていくのが分かりました。朝の光がその泡を優しく暖かく照らしました。人魚姫はどうしても自分が死んだような気がしませんでした。周りには何百とも知れない透き通った美しいものが漂っています。美しい音楽が聞こえてきます。人魚姫はその一緒に浮かんでいました。私はどこへ行くの？勇気の娘たちのところへ、神様のところへ。そう答える美しい声と一緒に、人魚姫はバラ色の空へ高く高く登っていきました。ご視聴いただきありがとうございました。まだまだいろんな読み聞かせをしていくので、よかったら見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。